鶴橋の焼肉金太郎にやってきました。そうやな、どうした焼肉定食の金太郎定食、上焼肉定食、ホルモン定食、僕のがこれホルモン定食ね、この手前が焼肉定食、この奥の黒い皿が上焼肉定食、これが金太郎定食。あ、ご飯おかわりし放題でみたいな、うん、裏返してやった、うん、タイトルその白いやつこれいけるんちゃうか、もうちょっと焦げてきだしたね。それそれちゃんと裏返し見た、それママか誰かちゃうの、タイトルの、はい、裏返してもうちょっと、あーもうほぼいけるな、うん、俺のまだな、これホルモン焼けの遅めやからな、肝がちょっと火通りすぎかもしんない、これはもういけるわ、この辺が焼けにくいからな、この辺さっきちょっと場所を取らせてもらいます。おいしい？硬い？牛タンは硬いらしいです。よっしゃ。はい、でも乗しとけ。柔らかいか？高級肉？では肝食べます。今日は10月の17日、風が強いので釣りは中止になって、京橋に焼肉を食べに来てます。